皆さんこんばんは、クワトロです。ついに紹介する時が来ましたね。アーカーシャフルオートヒヒゴリ編成の紹介ということで、ちょっと強バッハ早すぎて全然ヒヒロカで掘れないじゃないですか。なので、ちょっと前から自分いろいろ試してたんですけど、アーカーシャをフルオートでその青箱ラインまで貢献度稼ぐっていう編成がちょっとまあいい感じにできたので、ちょっとそれを紹介していこうと思います。で、アーカーシャのヒヒ掘りをする上でのちょっと注意点だけちょっと言っておきますね。で、アーカーシャってその真剣にアーカーシャ真剣にっていうと、なんかちょっと真剣じゃない人もいるみたいで、そんなことないんですけど、なんですかね、そのアーカーシャを手動でそのがっつり掘ってる人って、その救援が3つ溜まると嫌なんですよ。なので、アーカー社を手動でレスラーでその貢献度稼ぎながら、その早く消化もしてほしいっていう風な感じなんですね、手動でやってる人たちって。なので、ちょっとフルオートの人たちがいっぱい入ってしまうと、アーカー社自体の消化速度がもしなんか遅くなったら、すごいなんかいろんな人に迷惑かかりそうだったんで、ちょっとこの動画上げるのちょっとどうしようかなって思ってたんですけど、ただなんか半額中のこの状況を見てても、強バハが相変わらず超大人気コンテンツで、そのアーカー社そんなにシビアに考えなくてもいいかなっていう風にちょっと思ったんで、まあちょっとこのタイミングで紹介しようかなっていう風に思います。で、手動してる人たちの中にフルオートで飛び込んでも、その全然その貢献度稼げないですし、そのお互いにデメリットしかないと思うんで、空いてる時間を狙ってフルオートするといいですね。で、空いてる時間っていつだよっていう話だと思うんですけど、大体やっぱ学生の人たちが勉強してる時間とか、あと社会人の人が働いてる時間とか、あとは夜20時以降、20時から夜あとの夜とかはなぜか結構空いてるんですよね、アーカー社って。で、今ちょうど23時頃で、今も空いてる時間なんで、ちょっとこの時間でちょっとアーカー社のフロート編成を実際にそのフロートしてるところを見てもらいながら紹介していこうかなっていうふうに思ってます。じゃあ長々と喋ってもしょうがないんで、じゃあ実際に編成を見ていきましょう。自分が使ってる編成がこれですね。アゴナイズロビンフット軸です。キャラはこんな感じですね。リッチ、シス、オーキス、ニーヤ、ここまでがまあ強いかな多分。で、後ろのタビーナは、自由枠ですね。ほとんど出てこないんですけど、出てきた時に火力があるキャラだった方がいいんで、プレデターとか、そういうキャラでもいいと思います。で、武器編成はこんな感じになってます。で、自分まだ闇未完成なので、もっともっと強い編成組めるんですけど、一旦このぐらいの編成でも、十分に貢献度稼ぐことできるんで、このぐらいを目安にというか、必須アイテムさえ持ってればいいと思いますね。メイン武器は、アゴナイズの方がいいかな。あとは技巧した方が強いんで、技巧と、あとリッチャーのが1本以上あった方が貢献度やっぱ稼ぎやすいと思いますね。で、召喚石はこんな感じです。
ゃあ実際に振ろうとしながらちょっと一緒に見ていきましょうか。いや今23ちゃんですけど、こんな感じなんですよ本当に。その始まって多分救援出して1分半ぐらい経ってるんだけど4人しかいなくて、でも結構 HP 削れてるみたいな、結構こういうことが多くて、アーカーシャって。でも逆にフルオートで入った方がなんか早く消化できて助かる人も多いのかなっていう風にちょっと思ってたりしますね。で今多分自分と一緒に救援入った人で8人ぐらいなんですけど、アーカーシャって多分まあ8人でも倒せないことないんですけど、まあ、10人以上ぐらいいないと多分すぐそのすんなり討伐っていう風にならないんで、まあなので多分10人以下ぐらいになってたらフロートでも稼げるみたいな感じで考えてもらうといいかなっていう風に思います。剣道出し忘れてた。まあ、ちょっと喋りながらで全然説明してなかったんですけど、まず1ターン目がアビリティ全部打って攻撃して、で今2ターン目普通に殴って、で3ターン目王に打って、で大体5ターンぐらいで到達するはずですね、青箱ラインに。3ターン目か。で次4ターン目また上がったアビリティ少し打って、だいたい次のターンぐらいで行くんじゃないかな、貢献度。あ、行きそう行きそう。あ、ちなみに自分のシスは140レベルです。130以上になってた方が貢献度稼ぎやすいんで、まあ、130だったらいいなって感じですね。あ、行きましたね、青箱ライン。こんな感じで、だいたい5ターンぐらいで、青箱ラインに到達する編成になってます。じゃあ次行きましょうか。ちょっと待ってな。で、この編成なんですけど、アーカーシャってターン飛ばしがあるじゃないですか。なので、普通速度を出すフロート編成ってオンオフでやるみたいな感じになってることが多いと思うんですけど、でもまあ、ターンを飛ばすとそのアビリティとかどんどんその再使用できるように上がってきちゃうんで、そのオンオフで一旦あたりのダメージを減らして殴っても結局アビリティがそのどんどん上がってきて全然時間短縮にならないっていうのがアーカーシャのフロートなんですよ。なのであえてロビンフットでアゴナイズ入れてアビリティの多段系、まあ、あと攻撃力の高いシスとかももうどんどん入れて、そういうのでターンダメージを高くして、まあ、大体5ターンぐらいで青箱到達を目指していくっていう風な編成で作ってます。で、まあ、シスは火力が高いから多分ほとんどの人が入れた方がいいんですけど、必須なのがオーキスで、アーカーシャって 55% でなんだっけかな、アルマゲドスだったかな、
その即死技のトリガーがあるんですよ、赤シャって。なので、オーキスのマウントがないとそこで死んじゃうんで、その、まあ、オーキス入れた方がいいですね。まあ、主人公レリックバスターとかにしてマウント持たせるっていうこともできるんですけど、レリックバスターってその通常攻撃とかに特化したジョブで、そのターンダメージがめちゃめちゃ高いっていうわけじゃないんで、まあ、なので、ここはオーキス入れて主人公をアビリティで押していくみたいな感じでした方が、まあ、結果的に貢献度稼ぎやすいかなっていうふうに思います。まあ、その短時間で。さあ、次行きましょう。なので、まあ、アゴナイズが来たからっていうのもあるんですけど、それでロビンフット使ってるっていうのが理由ですね。で、一応これリッチ入れてやってるんですけど、リッチ来る前から自分編成作ってやってたんで、その時はメグとかタビーナとかで、その前はプレデターとか使ってましたね。なんで、まあ、必須どころさえ、まあ、ターンダメージを高くするっていう風なところさえポイントで絞れば、結構なんか編成も人によって応用できるのかなっていう風な感じだと思います。で、これちょっとなんかもう自分が使ってるゴリゴリの紙派手編成で紹介してるんですけど、そのマグナ編成もあるんで、ちょっとこれ終わったら次マグナ編成召喚しますね。で、アーカー社って143万貢献度以上稼いでも、その青箱の確率って上がらない仕様になってるんで、なのでアーカー社で振ろうとする人は、まあ、143万まで行ったらすぐ次のアーカー社に行くっていう風にした方が一応効率はいいですね。なので、まあ、強バハみたいに走りっぱなしで放置で OK みたいなフルオートじゃない分、ちょっと手間がかかるといえば手間がかかるんですけど、例えば夜とか、あと日中手が空いてる人とかは、その YouTube 見ながら2窓でやるとか、あと別ゲーやりながら2窓でやるみたいな感じでアーカー社のフルオートしとくと、まあ時間無駄に、時間を有効活用しながら日掘りできるのかなっていうふうに思ってます。あ、いったいった。じゃあ次マグナの編成紹介しますね。で、ハデスじゃなくても全然できて、まあ、もちろん、その、何ですか、スピードはハデスの方が絶対出るんですけど、その無課金のマグナ編成とかでもできるんで、で次マグナ編成紹介します。マグナ編成が、これだ。こんな感じですね。まあ、リッチ持ってない人とかもいると思うんで、あえて今回はプレデターでやろうと思います。主人公のジョブとアビリティに関してはハデスの編成と一緒 で武器編成がこんな感じですね。アビリティに寄せてやってるんで、その何ですか、ビスマルク入れて、で、あとは天秤にもそのアビリティのアーツがついてるんで、天秤採用しつつ、その、まあ、それとなく強そうな武器で埋めたって感じです。で、ごめんなさい、ちょっとマグナの週末、まあ、英語の県の人たちにはダークオプスウェポンなんですけど、マグナの週末だけすいません、ちょっと自分今違うチェーンがついてるんで、ここだけちょっと加味して今回やらせてください。で、
とこんな感じか。結構なんか誰でも組めそうな感じの編成になってると思うん で召喚石もいつものやつですね。いつものもうサブも装備せずに、ただのアークルム編成染めみたいな感じで今回やってみようと思います。でフレンドはベリアルの方がいいと思いますね。耐久的に両面セレストでもいけると思うんですけど、まあ、ベリアの方が自分は良かったですね。でマグナも同じような感じなんですけど、だいたい7ターン締めぐらいになるのかな。神石より火力が下がってる分、少しやっぱり討伐ターンは伸びるような感じですね。ただ空いてる時だったら全然その放置しとけば勝手に貢献度稼いでくれると思うんで、空いてる時だったら全然これでもいいと思います。今半額なのにハーカー社夜、ちょっともう時間遅くなってるからですけど7人ですよ。全然空いてますよね、ハーカー社。なんか半額入ってめちゃめちゃ混んでたらこの動画の編成使えないと思ったんで、半額来るまで待ってようかなって思ってたんですけど、半額来てもなんか全然空いてたんで、やっぱなんかもうみんな強バハ、プロトバハムテチェル言ってるんですかね。ちょっと自分はなかなか手動する時間が取れなかったりするんで、フロートでヒホイできたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっと強バハはもうフロートで参入は多分無理ですもんね、あの速度は。まあなので、まあ、アーカー社もそんながっつりフルオートいつもしてるわけじゃないですけど、もし自分と会ったらその時はよろしくお願いします。通知オフにしてたりすると、その自分もなんか誰かになんかスタンプとか押されても気づかないかもしれないんですけど、まあ、その時はなんか、あ、通知オフになってるんだなみたいな感じで、そんな感じでお願いします。え、やばい、なんか喋ってたら今何ターン目だか見てなかったけど、何ターン目だろう。あ、でそう、マグナの編成のコンセプトについては、プレデターを入れて火力を最初に稼いでもらって、でプレデターが落ちてニーヤが出てきて全員復活がつくから、そのしぶとく最後まで殴り続けるっていう風な感じの編成のコンセプトになってますね。12だから6ターン目ぐらいかな、これ多分、多分7ターン目ぐらいにはいけそうですね。143万、ね、アーカー社結構攻撃痛いのに意外と死なないでしょ。意外とフロートできるんですよね、こんな感じの編成でも。行きましたね。これで多分7ターンぐらいだと思います。間違ったらすいません。はい、という感じでアーカー社フルオート編成の紹介でした。ヒーヒーロー来い。はい、という感じで、ヒーヒーロー落ちませんでしたが、アーカー社フルオート編成の紹介ですね。ダメージの量はこんな感じですね。やっぱリッチはいたら入れた方がいいですね。そのアビリティダメージがすごい強いんで。で、シスは
その自分が140レベルになってるからっていうのもあるんですけど、超越してなくても全然入れていいと思います。すごい強いんで。という感じでいかがでしたでしょうか。アーカーシャフルオートヘンズでやってる人、知り合いで一人か二人いますけど、あんまり見たことないんで、ちょっと皆さんの需要に合うかどうかわかんないですけど、もし興味があったら試してでヒヒーを掘っちゃってください。ということで今日の動画は以上です。次の動画でお会いしましょう。